Hello, hello, my name is Axel, and welcome back to Trails from Zero. Here we go. What up, Arendelle? They're gonna sing? さてをとて波打ち際に走り出そう。 Okay. 白いボードであの島目指そう。魅惑の日焼けアウト、パラソルや白きかき氷君がいる場所、そこが僕の楽園。 I don't even care if the lyrics and theThe voice and the written lyrics are the same. Yeah, you're no Olivier. しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。お、青春は爆発だからな。旅先で歌を奏でるのはどこぞの王子の専売特許じゃないんだぜ。Ah, there. Playing random songs is the shtick of a certain imperial prince somewhere. 意味不明なんですが。Oh, we know the meaning, we know the meaning. レクターさんはミシュラムにどういった要件で、テーマパーク目当てではないみたいですけど。ああ、さっきも言ったように代理として来ただけなんだよな。食えない中年親父の代わりなんだけどよ。Certain shrewd middle-aged dude. Yeah, I'm pretty sure it's Osborne. 食えない中年親父。うん、名前くらいは知ってるんじゃないか。ギリアス・オズボンっていう <There. 笑>食えない親父なんだから。Yep, he's a bigger deal.Than you previously thought. Ah, yeah, but she's still got an oyashi. Oshidashi da keva, yatara to ikarna. Tene ni hige no tele nan daste, bara no niau karisma bichunen demo kidotte tsumori ga. Erebonia Teikoku, saisho. Yep. Girias Osborn. The big bad. Tsusho. Tekket saisho. Te. Masaka.帝国政府の方だったんですか。ま、俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルドマンっておっさんがいるだろう。去年そいつとギリアスのおっさんが極秘裏にと言ってもバレバレだけど会談してパイプを作ったんだが、そのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけだ。 Oh, alright. いやー、宮遣いは大変だぜ。そうだったんですか。で、そんなことまで俺たちに話してもいいんですか。ま、いいんじゃない。Yeah, it's not like you can do anything. どうせあんたらここで死ぬんだし。な、てめえ。今この水上バスに俺の部下が何人くらい乗り込んでる。Ah, maybe he's joking here. 片手の指じゃ足りないんじゃねえかな。罠ですか。Called it. Yeah, I can't blame them, you know. If someone representing Gilead Osborne is making threats, yeah, I'm gonna take those threats seriously. こんな手に引っかかるなんてなかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタってか。いやー、なんつうか。クロスベルに来るまでの間、列車の中で読んだスパイ小説の設定、まんま持ってきただけなんだけどな。Yeah, it's like he's telling everybody what he actually does without directly telling them. We know from future sight that Lecter is a member of the intelligence division. I think he was, he's a major by the time of Cold Steel 3. So, yeah.そんなに反応してくれるとは、俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして、律儀にネタに付き合ってくれたのか？We didn't. 真に迫っていたので、つい釣られてしまいました。あまりに反応がいいんで、オークションの潜入調査に来た警察の人間かと思ったが。Jesus Christ, he just blurts things out! さすがにそんなスパイ小説みたいな話は、そうそう転がってねえよな。そんなわけないじゃないですか。Yeah, I'm pretty sure Lecter already knows. それじゃ。それではあなたも、例のオークションに。ああ、そのつもりだ。ちなみに俺が、鉄血最小の代理ってな、なしね。
Well, you shouldn't have told them. 俺はただ帝国貴族のボンボン息子、都合がつかなくなった親父の代理で、オークション出席するつもりなのさ。そうでしたか。悪いけど、その格好といい、帝国貴族の若様には見えない。いや、あ、いや、he was a noble. Yeah, alright. Yeah, I remember some details from Cold Steel 3. The revelations that Lecter mentioned there. おいおい、失礼なやつだな。お嬢さんたちはともかく、あんたら野郎どもだってボンボンには見えないぜ。違いね。ですが、私たちも一応正直改めて会場で顔を合わせることもあるかもしれませんね。ま、あんたら面白いし、そん時は声でもかけてくれ。親父どもの相手をするのにうんざりしてそうだしな。わかりました。それでは今夜機会があったら会場で。 Come on, I wanna see the auction. All right, all right. I wanna see the auction, god damn it. Oh man. Yeah, I never really trusted Lecter during Cold Steel, but for some reason he did redeem himself somewhat during Cold Steel 3, the final part. Oh, I did not notice that the way here is open. Hello! ミシュラム、なんかもう少し時間があったらテーマパークにも寄りたいのだけど。テーマパークに用があるんじゃないんですか。 How big is Michelin? ええ、野暮用があってね。まあクロスビルに来るのはこれで最後ではないでしょうし、またの機会にゆっくり訪ねるわ。ぜひそうされてください。そういえばアルカンシェルの新作はどうだったっすか。確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。 Okay, well, Kalika's impressed. 奇跡的なバランス、脚本、演出、衣装、音楽、そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス、どれも極めて質は高いけれど、他の名だたる劇場と比較してもずば抜けているほどではないわ。でもイリア・プラティエ、彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。なるほど。生命の誕生。 Okay. いやー、さすが芸能プロデューサー。言われてみれば確かにその通りっすよ。 Sure. ただ今回の新作については、yep. Risha. 奇跡の立役者はもう一人いるわ。月の姫演じる大型新人リーシャ・マオ。死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みへ押し上げている。 Shadow of Death? リーシャか。死の気配です。あくまで私の直感だけどね。Ah, maybe either Kalika suspects or she knows that Risha is Yin. 太陽と月、金と銀、光と闇、そして彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的な気をまとっているわ。まさに陰陽対極を二人で体現していると言えるわね。陰陽対極、確か東方武術で使われてる概念でしたっけ。 Yep. 別に武術限定ではないけれど、ただ彼女たちが出会ったのはまさに運命的な偶然でしょうね。そしてそれを導いたのがクロスベルという都市が持っている場の得意性、そんな風に言えるかもしれない。運命を導く場。難しい話ですけど、なんとなくわかるような気もします。まあそんなに真剣に捉えなくてもいいわ。ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に関わっているところがある。 So they will not work in Calvert? そのあたりに注意しないと自治州以外での公演はうまくいかないかもしれないわね。Oh. All right. では共和国での公演は白紙に戻すつもりとか。いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたっては
そのあたりのプランニングが口説く鍵になるでしょうね。なるほど。すごいっすね、そこまで考えてるなんて。これでもプロだから、自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、どのような仕事であれそれがプロの流儀というものよ。プロの流儀、なるほど。私たちにとっても必要な心構えかもしれないわ。 Okay, so far she managed to dodge, or yeah, she didn't give us any information as to whether she'll be joining the auction. So what are we supposed to do now? Oh, all right. Jesus Christ. So apparently I did not talk to everybody, but we're gonna continue on now.Yes. So where's Michelin Island? Aha! Oh, there's a fishing spot there. Okay, so there's Lecter. Oh, there's Killika.ここがミシュランか、なんていうか想像以上にゴージャスそうな場所だな。もともと高級保養地だったところにホテルとテーマパークができたのが2年、ええ、以来アルカンシェルと並んで観光地としての目玉になっているわね。正面にあるのはホテルで、1階がアーケードになっているわ。レストラン、ブティック、宝飾店なんかが入っているわね。 Oh, maybe here we can buy some upgraded equipment. どこもバカだかで庶民には入りにくいけどな。俺も前にデートでテーマパークとレストランを利用したくらいなんだが。それでこれ、そうだな、yeah. まずはオークション会場の周辺の様子を、確かハルトマン議長邸だったな。 Yes、アーケードを左に抜けた先に別荘が並ぶリゾート区画があるの。Oh. 議長邸はその奥だったはずよ。わかった。それ以外にも行ける場所には行ってみよう。あのレクターって人みたいに。ですね。そういえば随分怪しい言動だったけど、right. 本当に帝国貴族なのかしら。さてな、鉄血最小の代理って話と同じく単なる不可視かもしれねえが。Yeah, suspect all you want. He was telling the truth. ただ、ああいう怪しい人間もシュバルツオークション。やはり一筋縄じゃいかなさ。Alright. But won't Tio pose a problem entering the auction? Pretty sure they won't allow minors there. So where are we supposed to go? So there's the inn and we take a left here.But we'll see if we can get some upgraded equipment. Hopefully. Oh, what's this? A jewelry shop. Alright. Yeah, it's not like we have anything we need here. And even if we do, it's not like we can buy it. So anyway, I guess we'll just continue for now. So we're taking a left, and we're gonna continue on to Speaker Hartman's residence. Alright. Where?Damn! Speaker Hartman's mansion. あれがハルト、すごいな。まあ、クロスベルでは昔からの名士の家系だから、あの屋敷も100年近く前、帝国の統治時代の総督邸として建てられたものだと聞いているわ。Oh, alright. それにしたってでかすぎだろう。帝国の大貴族じゃねえんだから。あんな場所を使って開かれるという。相当大規模なものみたいですね。なあ。What? Oh, okay. 警備の手はずは It's Garcia.
だが今年はヘイエどもが仕掛けてくる可能性も考えられる。招待カードを持ったやつ以外は。承知しました。若頭の方はどうされます？俺は屋敷内部の警戒に当たる。何しろ神出鬼没なやつだ。警戒すぎることはねえだろ。 I think he's referring to Yin。 そういえば出品物は全部搬入されたのか？ええ、今朝方例の人形が最後みたいですね。 That doll or whatever was the last one。 今回の目玉の一つか。まあいい、会場まであと数時間だ。くれぐれも気を抜く。はい、お疲れ様です。Okay, well, at least Garcia didn't see us. 出やがったか。あのおっさんも早速中に詰めているらしいな。確か、ガルシアというパーティーの会場は確か夜の7時からもう警備を始めるみたいね。ああ、それだけ警戒してるんだろう。しかし参ったな。いくら招待カードがあっても簡単には中に入れなさそうだ。まあ俺たちも結構連中に面が割れちまってるしな。何か手立てを講じる必要がありそうな感じですね。とりあえず一旦ここから離れ、ここで連中に見つかったら。そうね、見つけた。おう、ファインド。わっ、今のは空耳。ボイドさん、どうしたの？いや、ごめん。よくわからんが、とっとと行こうぜ。Yeah, I think. Oh, what's her name? I forgot her name. She hugged Lloyd during the intro animation for this game. I forgot her name. So now what? What do we do?So what are we supposed to do? Oh, maybe we can check out the amusement park. Let's go. Let's see. What? この先はどうやら封鎖されているみたいだけど。Oh, it's blocked. Oh. 何か書いて。What's that? Under construction. All right. どうやらこの先は、ええ、ミシュラムの開発計画は今後。こちらの方に。やれやれ。ともかく今は用はなく。Where else are we supposed to go? North? Oh, Fortuna. Ah, the resort. All right. あれがテーマパークか。Yep, there's a Mishi mascot.なんというか、確かに楽しそうな場所だな。まあ実際大したもんだぜ。観覧車にジェットコースター、ホラーハウスにメリーゴーラウンド、おとぎ話に出てくるような中世の城まで建ってやがるしな。なんかすごそうだな。IBC が観光の目玉としてオープンさせた施設だから、私もベルに誘われて一度入ったことがあるけど。You okay, T.O.? あまり時間は取れないけど。遊びに来たわけではないので、入場料も結構するみたいですし。まあ、確かに安くはねえな。今から入ったんじゃ、とても元は取れないだろうぜ。今度お休みをもらったら、それこそ、午前中から一日中遊び尽くせるくらいに。はい。Alright, so we won't be able to experience the Wonderland.Oh well, so what are we supposed to do now? Oh, alright. 一通り回ってみたけど、やっぱりオークション会場に入る手立てを考える必要がありそうだ。確かに、チェックしてるのがあのマフィアどもみたいだからな。そもそも、その招待カードはそのまま使えるんでしょうか？身元を照合される可能性が高そうな気もしますが。確かにそうね。そのあたり、レンちゃんから話を聞ければよかったんだけど。ま、招待カードを譲ってくれただけでも、いずれにしてもどこか落ち着ける場所が欲しいな。レストランはちょっと。なら上のホテルに空室はないんでしょうか？Well, weren't the rooms there very expensive?
この時期だから。まあ、ひょっとしたらキャンセル空きがあるかもしれねえ。フロントで聞くだけ聞いてみようぜ。Yeah. そうだな。Now we can ask. This is the hotel, right? Hello. いらっしゃいませ。ひょっとして。ええ、そうなんです。大変申し訳ありません。Fully booked. 実は先ほど一件キャンセルがあったのですが、すぐに予約が入ってしまいまして。Lecture? そうですか。惜しかったです。仕方ねえから、レストランあたりに行こうぜ。話をするくらいはできるだろう。そうだな。お困りみたい。What? Oh! Wazzy? Wazzy? Yeah, Wazzy. これはワズ様。Mr. Hemisphere? なんだか部屋が取れなくて困っているみたいだけど。Well, you look nice. ゆっくり話ができる場所が欲しいってところかな。ああ、だったら話は早い。僕の部屋を提供してあげるよ。え？おいおい、いきなりだな。Okay, why though? どうするの？あからさまに怪しげな格好をしてましたけど。つうか、どうして不良グループのリーダーがこんな場所にいるんだ？まあ、とにかく行ってみよう。Yeah, alright. Let's see. Oh, okay, so here. Hello. What up? しかし君たちもなかなか優雅じゃないか。記念祭の最終日に休みをもらって、ミシュラムでこう言うとはね。No, we're here for work. なあ、まあ、骨休みってところさ。それより、ワジ、君のその格好は、僕の副業の制服みたいなもんさ。サイドジョブ。服、それってどういう？上流階級という冷たい世界で愛を見失ってしまった麗しくも寂しいご婦人たち、そんな彼女たちに一時の夢を見せてあげる仕事さ。いわゆるホストさんですか。おいおい、なんて羨ましい。いや、もといけしからんことを。別にミラに困ってやってるわけじゃないけどね。いつもしつこく誘われるから仕方なく付き合ってあげてるんだ。まあ、慈善事業ってやつ。チャリティーワーク、オーライト。なんて言い草だ。そういうすげないところにコロッといっちまうマダムが多いってことかよ。ああ、正直関心はできないわね。それではワジさんはホストのお仕事でここに？ああ、いわゆるエスコート役ってやつさ。Oh, とある友人に同伴して、ちょっと訳ありのパーティーに出るつもりなんだけどね。Accompany a lady to a funny little party. え？それって。Oh. シュバルツオークション。Yep. They still have no poker face, you know? That's why Wazzy was able to read them easily.その名前を知って調べに来たってところだ。Yep. So much for undercover. バレバレみたいだな。It's because you react too much. ということは、あなたが出る訳ありのパーティーというのも。ああ、去年も別のマダムの付き添いで行ったから、2回目になるかな。そうだったのか。こんな身近に知っている人がいたとは思いませんでしたね。でも君たち、そのオークションを摘発するつもりなのかい？さすがに無茶だと思うけど。いや。悔しいけど、元より摘発するつもりはないさ。ただ、知っておきたかったんだ。クロスベルの歪みを象徴したような、豪華絢爛な裏の社交パーティー。俺たちが乗り越えるべき壁が、どの程度のものであるのか。Yep. There goes the barrier top again. ロイド。なるほどね。その意気込みは買うけど、あいにくオークションには、招待カードがないと入れないよ。Yeah, we have that. 毎年違ったバラのデザインで投資ナンバーも入ってるからどうしようもないと思うけどね。それなんだけど、実は、へえ、どうやって手に入れたかを聞くのは野暮ってもんかな。Yep. なあ、事情があってね。An odd yet very pleasant situation. この招待カードだけど会員限定で登録されている人しか入ることはできないとか。いや、それはないと思うよ。裏の社交界的な側面があるから、新規の客を歓迎してるみたいなんだ。
Oh, so I guess they're limiting the barrier for entry? 盗品を扱っている以上、あえて身元を特定されたくない有力者も多いみたいですね。 Yeah, alright. Yeah, that's true. だったら何とかなるかもしれん。あ、そういや、一枚の招待カードで何人まで入れるもんなんだ。特に決まりはないみたいだけど、4人連れで入るのは目立つから、おすすめはできないよ。なるほど。確かにそれは言えてるかもしれないわね。それと、一応パーティーだから、フォーマルな格好をした方がいいね。まあ、僕みたいな格好をして、悪目立ちするってのもありだけど、さすがにそれは遠慮しとくよ。なあ、エリ、パーティー向けの服装だけど。それなら、下のブティックがちょうどいいと思うわ。前に来た時に使ったことがあるし。いや、それは。そのくらいさせてちょうだい。それより問題は、潜入するメンバーでしょ。 Yeah, I'm inclined. Do we have a choice here? くじ引きか、じゃんけんで決めるってのもあれだしな。 Yeah, I'm pretty sure Tio's out. おいおい、何言ってんだ。少なくともお前は確定だろうが。え、今回の件、一番こだわっていたのはロイドさんですし、私たちのリーダーですから。でももうここは素直に引き受けておきなさい。見てみたいんでしょ。わかった。だったらもう一人同伴する人間を決めるといい。一人で参加するっていうのは。そうだな。私かティオちゃんかランディ、マフィアがいることを踏まえて選んだ方がいいかもしれないわね。残る二人は会場の外でいざという時に備えて待機する、そんな役割分担でしょうか。ま、どんな分担にするにしても、まずは下のブティックに行こうぜ。ドレスアップする時までに。だ、Man, I wanna bring Randy, but I'm pretty sure Ellie would be a better choice if we have the choice here. ちょっと待って、どうしてワジまで一緒についてくるんだ。せっかくだからコーディネートの手段としてあげようと思ってね。マフィアのチェックをごまかすコツを教えてあげるよ。まあそういうことなら。なんかあからさまに興味本位っぽいですけど。ま、聞くだけ聞いてみようぜ。 Yeah. それじゃあ下にあるブティックに行きましょう。 Nothing wrong with being curious. Yep. And Wazi's really following us. Who should we bring? That is the question. Yeah, I'm pretty sure I'm gonna bring Ellie. Where's the boutique? Not that. I think this is the one? Alright. Continue investigating. Investigating what? Investigating what? Oh yeah, I'm gonna bring Ellie.Because she's a healer, and we need a healer, alright. Yep. But Randy has that blind skill. しかし高そうな店だな。まあいわゆる高級ブランド店だな。フォーマルな服から綺麗めのカジュアルまで。その分いい値段だけどね。値段のことは気にしないで。それでロイド、誰を連れて行くか決まった？ああ、 Oh, so we have a choice. I want to bring Randy because of the blind craft, and he is a powerhouse. But Ellie is a dedicated healer, and as you know, I'm more of a war of attrition kind of guy.Although Randy can bring burst damage, Ellie is much better for sustain. Huh. Yeah, we're bringing Ellie. Ellie, 一緒に来てくれるか？うん、わかっ、まあ一番さりげなく中に入れそうな組み合わせかもしれないわね。That too. なあ、君たちの場合なら普通にカップルとして装うのが一番だろうね。Pretty sure if we bring Tio, plenty of people will
look at us, because why the hell's a kid in an auction place? And Randy, there's not much issue with Randy, but I think Ellie's a better choice here. 行動的な資産家のお嬢様が庶民でのボーイフレンドを連れて話題のパーティーに参加してみた。そんな感じで行ってみたら、なるほど、説得力はありそうだな。 And it's not really a facade. そこは怒ってもいいところだと思うけど。いいからとっととコーディネートしちまえよ。どう変身するのか。 Alright, I want to see too. Alright. お待たせ。 Okay, she looks nice.一応着てみたけど。Sure. いいじゃん。さすがに慣れてるだけあって。はい。とっても素敵です。それにロイドさんも。そうかな。さすがにエリーの横に立つと釣り合っていない感じだけど。そんなことないわ。あなた肩幅が結構あるからスーツ。なんとか。エリーのボーイフレンドに見えればいいんだけど。ええ、ちゃんと見えると思うわ。I'm pretty sure Ellie won't mind if it's more than a day, you know? そうだ。ついでにこれも持っていくといい。What's that? Fashionable glasses. これは、女性はドレスアップするとかなり雰囲気が変わるけど、君の方はフォーマルな格好でもそこまで印象は変わらないからね。せめて会場にいるときくらいつけた方がいいんじゃないかな。なるほど。Okay. どうかな。Yeah, that reminds me of Reen's fake glasses. へえ。驚いた。結構印象が変わるものね。しかも意外と似合ってます。これを機にメガネ男子になったらどうだ？いや、別に目は悪くないし。よし、これで準備は整ったな。あとはオークションが開場するのを待つだけだ。Alright. それでロイド、誰を連れて行くか決まった？ああ。ティオ、一緒に来てくれるか？いいんですか？私は子供ではありませんが、その…やっぱり少々目立つのではないかと。ああ、分かってる。でも逆にティオが一緒なら警察の人間には見えにくいんじゃないかと思ってさ。あ、君くらいの子なら去年も見かけたことはあるよ。辺境の小国あたりから来たよなれていない貴族の兄弟、そんな設定でいいんじゃない？なるほど。私とロイドさんが全然似てないけど、それっぽくはなりそうね。そんじゃ、とっととコーディネートしちまうか。うん、こんなもんか。似合っているかどうか。あら、いいじゃない。ロイドも似合っているけど、ティオちゃんすごく可愛いわ。ま、ティオスケの私服姿はほとんど見たことがないからな。そういう格好は新鮮だぜ。そうでしょうか。いや、本当に合ってるよ。こりゃ兄弟っていうにはかなり不釣り合いかもしれないな。それじゃあお嬢様に従う若い執事って設定はどうだい？それだ。いえ、兄弟で結構です。お嬢様という柄でもありませんし。そうか。いろいろとこだわりがあるみたいだね。まあいい。ついでにこれも持っていくといい。ランディ、俺は構わねえが、男二人ってのは目立たねえか。なあ、それは思ったけど、マフィアもいる会場だろ。女の子連れってのもさ。まあ、そりゃ確かにな。何をひそひそ話してるのかしら。もしかしていつの間にかそんな関係に。違います。いや、お前がその気なら俺はいつでもウェルカムだけどな。
男二人ってのも見かけないわけじゃないよ。真面目な両家の坊ちゃんを悪い遊びに誘う年上の悪友。そんな感じでどうだい？なるほど。確かにそれっぽいな。となるとランディは少し派手めにまとめたいわね。逆にロイドはトラッドで爽やかな感じがいいかしら。せっかくですからいろいろ試してみたいですね。ま、おとなしく着せ替え人形になっとこうぜ。お待たせ。ま、こんなもんかね。あら、ふむ。やっぱり似合ってないかな。俺的には結構活かすと思うんだけどな。うん、二人ともとてもよく似合ってるわ。なんだか本当にさっきの設定通りな感じだから。真面目な両家の坊ちゃんを悪い遊びに誘う年上の悪友、確かにそのまんまですね。そうかな。そんじゃご期待通り悪い遊びを仕込んでやるかね。それはダメ。ただでさえこの人ちょっと立ちが悪いところがあるのに、悪い遊びを覚えてしまったら手がつけられなくなりそうですね。なるほど、確かに危険だな。ちょっと待て、とんでもなく理不尽な評価をされている気がするんだが。君も随分愛されているみたいだね。そうそう、ついでにこれも持っていくといい。Hello and thank you for making it this far in the video. If you liked it, hit that like button, and to be updated with future content, hit subscribe and the notification bell. Links to my social media are in the description down below, and if you fancy some more videos, you can check out this playlist. Thank you so much for watching, and I will see you in the continuation of this video series.